皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回は昨日ついに上場を果たしたエバードームですね、あの青汁王子こと美咲さんもすごい注目されているエバードームについての動画を撮っていこうと思います。で、結構上場してからこれからどうなると思いますかみたいなメッセージっていうのをよくいただくので、まあそれも踏まえてですね、この動画で解説していきたいと思いますし、あとはエバードーム結構気にされてる方多いと思いますので、購入の仕方とかもこの動画で説明していきたいと思います。なので今エバードーム購入しようか迷われてる方だったりとか、仮想通貨注目中の方、そしてテクニカル分析を勉強中の方は必ずこの動画は最初から最後までご覧ください。そしてもしこの動画が分かりやすいと思われた方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、そして動画の前になんですけども、今現在私の LINE 読者の方限定で今後10倍以上のリターンが望めるアルトコインというのを厳選して3種類お伝えさせていただいております。それに加え IEO、IDO、IGO などのプロジェクトも積極的に紹介していきますので、本当に少額からでも莫大なリターンを得られてくる可能性が非常に高くなってくるかなと思います。なので仮想通貨で一発当てて大きく稼ぎたいと思われている方は、ぜひお気軽に概要欄からこの LINE というのをご登録よろしくお願いいたします。はい、それではやっていきたいと思います。まずこれエバードームの見てほしいのがチャートになるんですけども、15分足ですね、になります。で、やはり上場直後っていうのは 0.1 円から4円ですね、まで上げたので、まあ、40倍くらいまで行ってます。まあ、この相場感の中で40倍まで一気に行ったのはすごいいいかなと思うんですけども、でそこから、結構おなじみのパターンかなと思ったんですけども、意外に結構強いですね。まあ、見てもらうとわかる通り、まあ、大体このくらいの価格を目安 0.018 ドルなんで、まあ、1.8 円くらいですねを目安に、まあサポートで効いていて、そこで反発してきているっていう感じになります。で、今までのこの例えばバイビットとかバイナンスとかで上場後っていうのはこんな感じで大きく吹き上げるんですけど、そこで、まあ一度また落ちてきて、で一回また戻って高くなって、そのままこう下にずっと下っていくっていうパターンが多かったんですよね。まあ、こんなパターンのものって今めちゃめちゃ多いです。やはり上場直後のトークンっていうのは。ただ今のこのエバードームっていうのは逆にです。上がって、まあもう一回一気にこう上がって、でまた下がってもう一回戻って上がって、そこでまた落とされたんですけども、ここのサポートで効いてどんどんこんなレンジで、まあ、じわじわ上がってきてる状況になるので、まあ、これは結構やはり買いが強いっていうのを示唆してるんじゃないかなっていうような感じになります。なのでまあ個人的には今のこの価格帯で積極的に買っていくのもいいかなと思います。まあ、その理由っていうのもまずあって、まずステーキングがまだ始まってないんですよね。はい、これ実際の公式のツイッターなんですけども、まあ、ステーキングすることによって、まあ、1週から52週間ロックされ、最大2倍の上数ということで、まあ、52週多分ロックしたら APY が2倍になって、で報酬でエバードームがもらえるっていうことになると思うんですけども、であと毎日請求できますよっていうことなので、これがまだ始まってません。多分おそらく今日の19時ぐらいからステーキング開始になると思うんですけども、まだ始まってないので、これが始まると結局エバードームガチホ勢の人ってどんどんステーキングしていくので、まあそうなってくるとよりですね、売り圧っていうのは減ってきて、買いの方が強くなって上がっていく可能性が高くなってくるかなと思います。でエバードームの実際のそのゲーム画面っていうのもちょっと前に公開されてて、それをまだ見たことない方もいると思いますので、ちょっと見せるんですけども、はい、こんな感じで今めちゃめちゃリアルということになります。で、ちょっと今撮ってるのが電波悪いので、若干これ画質が荒く映ってるんですけども、これ携帯とかで見てもらうとわかるんですけども、めちゃめちゃ綺麗な、ま、仮想空間、メタバースになってきます。で、こういうのもあって、エバドームっていうのは今すごい注目されているんですけども、で、チャート的にもやっぱ見てもらってわかる通り、買いの圧力っていうのが強いので、これからもっと上がっていく可能性っていうのはあり得ると思ってます。まあやはりこういったメタバース系の銘柄っていうのは特にですね、その一発で上がるっていうのはもちろんあるんですけども、まあまだメタバースが世に浸透していないので、やはりその数年スパン、2年とか3年とか、まあ、はたまた5年とか10年くらいかけて一気に上がっていくものだと思っているので、まあ今売るのはすごいもったいないかなと思います。なので逆にさっきも言ったように今購入していくっていうのはすごいいいかなと思っております。
まあ、それこそ美咲さんとかもどっかでもしかしたらツイートしてくれるかもしれないですし、テイキングが始まって何かですね、またファンダとかがまだこれから出てくるはずなので、何かどっか、例えばこの OKX だけなんですけども、今はバイナンス上場しましたとかバイビット上場しましたとかってなってくると、まあステーキングでロックしている人プラス、また新規の買いっていうのは絶対入ってくるので、価格っていうのは上がっていく傾向の方が強いと思います。じゃあ実際にこのエバードーム今買おうと思った方、この動画見てちょっと興味持った方もおられると思いますので、買い方をちょっと説明していくんですけども、こちらが OKX 登録すると、こんな画面になってきます。で、ここに結構英語で、まあ、実際に私も普段から OKX 全然使わないので、今までだと基本はバイナンスとゲートとバイビットがメインなので、まあ、ここ今まで全然使ってこなかったんですけども、このマーケットってところを押してもらって、はい、このマーケットからこのプライスっていうところを押してもらって、てかもうここになると思うんですけども、でここでドームって検索してください。そうするとこんな感じで出てきます。であとはこのドームをこのトレードですね、トレードっていうところを押してもらって、はい、そうするとこんな画面になります。でこうするとあとはもう板、ここ板情報なんですけども出てるので、あとはここで買うだけですね。で一応このテザー建てなので USDT で購入することになるんですけども、でここのマーケットですね、これリミットとかは差し値とかになってくるんですけど、このマーケットってとこで行くと、もうそのままこれは成り行き注文できるので、ここで買うのが一番早いと思います。なので、USDT を入れてですね、100% 例えばやってしまって、もう購入を押せば、今の価格帯で成り行きでもうポンって買えるようになるので、まあ、一応その入金方法もやっておくんですが、まあ、極めて簡単ですね。ここですね、このところ、左側のところを押してもらって、あと、ここに、そうすると、ウォレットのマーク出てくるんで、ここを押してください。一番上のところですね、押してもらって、はい、そうするとこんな感じで出てくるので、あとはここの、デポジットを押してください。でそうするとこれ何のトークンを入れますかって出てくるので、例えば、まあ、BTC なら BTC、 USD なら USDT 押してもらって、あとは入れるネットワークですね、まあ、トロンかイーサがメインになってくると思うので、まあ、イーサ、まあ、ほとんどの方はイーサかな、バイナンスとかで持ってる方はトロンで置くた方が手数料安いので、まあ、どっちでもいいんですけども、まあ、イーサあったらイーサ押してもらって ERC20 でここのボタンですね押してもらうと、はい、こんな感じで入金アドレスっていうのが出てきます。なので、あとはこれをもうコピーしてここに送るだけですね。さっきも言ったようにこの ERC20 で今回はやってるので、イーサネットで送ればここにアドレスで入ります。で、あとはさっきも言ったようにこのマーケットから、ここでドームを検索して、はい、検索して、ここでトレードをします。で、この画面になったら、で、一応、ま、差し値とかで買いたい人は、例えば、今のラインだったら、まあ、ここですよね、0.019 ドルくらいまで落ちたら買いたいなっていう方は、ここで 0.019 と、プライスですね、0.019 にして、で、あとは、ここで、何枚買いますかなので、ここで例えば、テーザ入ったらもう 100%、0.019 で 100% 買いますって言えば、何枚買えるかっていうのが出てくるので、ここで購入ボタンを押せば、ここの方 0.019 ドルのところで差し値が入ります。ただ今すぐ買いたいっていう方はもうさっきも言ったようにこのマーケットを押してもらって、ここトータル何パーセント、1万円分のテザーが入ってたら、まあ、1万円分も全部買っていいよっていう方は 100% にして、ここの購入ですね、バイドームっていうところを押してもらって OK 押してもらうともうすぐ約定されるっていう感じになります。はい。なんで、ま、買い方自体はすごい簡単かなと思います。で、一応ですね、あと、ついでに言っておくんですが、プレセールで購入された方っていうのは、まあ、今すでにもう、10セット組の方は6万5千分くらいは入っているので、今すでに今20何倍ということで、120万円分ぐらいかな、利益が出てると思うんですけども、で、プレセールで受け取った後にですね、毎週 2% ずつ、請求ができるロックアップが毎週 2% ずつ開放されていくので、ちょっとその説明もしていくんですけども、はい、これがエバードームのページですね。で、ここからこのとこですね、この読み方がちょっとわからないんですけど、V から始まるとこ、とこからこの TGLP の方ですね、これこっちの方が転接の方なので、こちらを押してもらって、そうするとこのページになりますよね。で、あとはコネクト、メタマスクを押してもらって、はい、そうするとこんな感じで今何パーセントもらいましたっていうのが出てくるんですけども、でここで1週間ごとにさっきも言ったように 2% ずつ請求できるんですけども、これがもし仮に1週間忘れても全然大丈夫です。なんで例えば3週間ちょっと請求するの忘れてたっていう場合でも、3週間分つまり 6% 一気にここで請求できるようになるので、それは安心してもらって大丈夫かなと思います。まあ、結構これも質問で聞かれるのでついでに答えたんですけども、であとはステーキングのやり方とかはまた
ステーキングが始まれば動画撮っていきたいと思いますので、まあ、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。まあ、あとできればアラートマークとかもしてもらえると非常にありがたいかなと思います。で、最近本当に常々動画で言っているんですけども、まあ、おかげさまで、まあ、特にアスターの動画なんですけども、おかげさまですごい LINE 読者の方も増えまして、まあ、質問とかいただくんですけども、なかなかちょっと一日中返していても追いつかなかったりとかも今してる状況にはなるので、返信が遅いなと思った方はちょっともう一回同じ文章でもいいので、急ぎであれば送ってもらえると返せると思いますので、お手数おかけするんですけども、ぜひそうやっていただけると助かります。はい、それではちょっと今回ですね、このエヴァードームの今後の見解とかだったりとか買い方、あとはこのプレセールの請求の仕方っていうのをメインで動画にさせていただきました。で、冒頭でお伝えしたように何かわからないことがある方は概要欄に貼ってある私の直通の LINE っていうのがありますので、こちらにメッセージ送ってみてください。そしてこの動画がもしわかりやすかったと思われた方はチャンネル登録、高評価っていうのをぜひよろしくお願いいたします。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。